呼びたいと思います。自分たちはファッション業界に切り刻んでいきたいと思います。ファッシュです、お願いします。はい、自分たちのメンバーはこのようになっております。代表が、自分がやっておりまして、エンジニアが山田君が、機械学習を用いた AI の、プログラマーです。でまたライターとして高校2年生の、藤田君がいて、夜10時まで毎回記事5本ぐらい書いています。はい、アパレル業界の抱える課題として売上を探しをしています。ユニクロだったり、ギャップとかが、すごいシェアを安くて質がいいといったものをシェアしておりまして、個人事業主だったり自分独自のブランドを持っている人たちがすごい困っているみたいなんです。またアパレル店員初任給が17から20万といったようなものだったり、アルバイトで910円だったり820円だったりというところもあったり、すごい給料が低い。さらにノルマが課せられているというので、月々何個で売らなくちゃいけないというものがあったり、そういうノルマがあってそれを達成できなかった場合にその差を買わなくてはいけないといったものも課せられている状態になっております。さらに時代背景として、原価の高騰、石油などの価格の高騰など、あと EC サイトがすごい増加してきて、昔のブランドを持っている方々は、ホームページを完備しないとか、エンジニアがいないとか、みたいな課題もあります。さらに消費者にさまざまなブランドの、さまざまな選択肢が生じたことによって、知名度のあるブランドばかりが変わってしまうといった問題です。そしてこのような問題に一番直面するのは、ミドルファッションブランドで、ユニクロなどではない個人事業主とかのブランドのことを言いまして、約7割が、ミドルファッションブランドとなっております。そこで解決策として、自分はミドルファッションブランドとイケてない大学生、特に対象初期ターゲットとして男子大学生をターゲットにしたいと考えています。一人一人のユーザーに合ったコーディネートを提案して、本当にユーザーに合ったブランドを見つけてもらうといったプランがいいと思います。具体的にこのようなコーディネート提案サービスとしては、リープやレモール、また女性でいうとエアクローゼットなど挙げられると思います。しかし、そのようなモデルは、実際にコーディネーターを3人ほど最初に初期設定で選び、そのコーディネーターがアパレル店から洋服を買ってユーザーに渡すといった工数も生じており、ユーザーとしてはあまりメリットのないものになっております。そこで私はリクルートやリッポが最近導入し始めたワガママモデルを導入したいと思います。ワガママモデルとは、ユーザーが要望をコミュニティ出すことによって、さまざまな回答者が回答するといったモデルです。これを実際にファーストで用いてみましょう。身長170センチ、シンプルな服を言っています。予算は2万円で、あさってにデート行きたいです。このような服を提案してくださいと提案したところ、さまざまなアパレル店がこのようなコーディネートを提案して、その中からユーザーが一つを選び、マッチングするといったオーガンモデルとなっております。このようなそれで差別化として、ユーザーはさまざまな選択肢を与えたので、営業感を感じずにこのようなものを、選ぶことができるといったことで、コースをさまたアパレル店員からユーザーと直接つなぐことができます。マネタイズとしてはこのような流れとなっております。はい、今後の展望としては、このようなものを考えております。先ほどマネタイズのことを説明しましたが、僕たちは最初のフレーズではビジネスモデルはありますが、収益をに注力することはありません。その理由を今から説明します。ここのポイントでは、僕たちはビジネスモデルはすごい脆いものなんですけれども、ここになると僕たちは大きな強みを持つことができます。それは提案という業務によってカスタマーととっても近しいチャンネルを持つことができるということです。これは大きな強みになります。例えばこのチャンネルを利用して広告を打つことができれば、他のさまざまな広告に比べて制約率は何倍にも何十倍にもなることができます。こうすることによってカスタマーにより適した商品を提供することができ、クライアントにも広告という無駄な部分を減らすことができます。はい、今後の活動としてはこのようなものを考えております。ちょっと時間がないので倒させていただきます。リソースとしては営業力、人脈、エンジニア、ライターといったものがあります。具体的にはユーザー推移、クライアント推移はこんな感じになっております。実際にじゃあ今プロトタイプを作ったので、ぜひご覧になってください。実際にどうぞ、お願いします。ビジョンとしては、さまざまなユーザーに自分に合ったものを選んでもらおうというもので、デザインはまだ、これからデザイナーなどを雇って、もう少し見やすくしていくんですが、
か。ちょっとあのプロトタイプ作ったんで、ぜひちょっと後で確認していただけたらなと思います。まあ、今後の展望として、DC の成長と人工知能の浸透により、リアルに実店舗を持っている保険業界が活発されるので、パイロとしては人が提案していくといったものを自分が提案していきたいと考えております。以上で終わります。ありがとうございました。それでは4分。